違うよ、だってそんなすぐできる曲をやろうとしてるから、そんな真面目な曲じゃないよ。考えて、お風呂場で考えてないから僕もお風呂場で考えたいわー。でさ、こう、歩いてて、なんかないかなって思って、中華料理屋さんの前を通った時、担々麺って書いてあって、あ、出た、担々麺の歌だと思って、担々麺が綴られるぜ。だからラブチョップはねえ、それ河本さん言うんで、担々麺担々麺にしたくないんだよ最後。なんか三分クッキングみたいな、担々麺なんかないな、なんかパンパンパンみたいな、そんなん安辺麺そんなの簡単、アンパンマン、それ言うされそう。それいいや、パパゾンギカソーティーリアルな声で、どうしかな、キーはどこでもいいんですけど、これでいつも使える。こっちがネイティブ。 ネイティブ。 こっちがネイティブ。